か。すごく楽しかったです。それにとても勇気をもらいました。それは良かったです。こんな特別な機会を与えていただいて本当にありがとうございました。はい、いえいえ。ですが残念ながら次の目的地でこの旅も最後になります。最後なんですね。でも私今日思い出して頑張ります。次の目的地は戻りたいあの日へ向かいます。お降りになる際にはここでの記憶をお持ち帰りにならないようお願い申し上げます。どういうことですか。忘れたくないです。私大丈夫。君はうまくいったようで何よりです。宇宙列車ボイストレーニング号は困っているお客様のもとにいつでもどこでも駆けつけます。次はあなたのもとにチケットが舞い込むかもしれませんよ。次の目的地が終点になります。次は終点笑顔、笑顔でございます。I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
本日はボイストレーニング部ウィンターライブ2019歌方列車にご来場いただき誠にありがとうございました。出演者がホワイエにてお見送りいたします。またお書きいただいたアンケートもホワイエにて回収いたします。お忘れ物のないようお気をつけてお帰りくださいませ。またのご来場部員一同お待ちしております。